はい。では共に勘弁殿。あの子は私が連れ帰ります。道を開けなさい。 我らが有利とはいえ敵も盛況。何じゃ、夢夢油断なされますか。ああ、わしらがやられたら大事じゃ。しかしやけに突出したものが。あっちゃん、ありがとう。なんでチャチャが出とるんじゃ。絶対に手を出させてはならんで。 様は何をしておられるのだ。これは好機かもしれませんよ。目立つお姫様ゆえ敵の目は釘付けだ。その隙に敵を攻撃せよということか。なるほど、あそこか。 分かりました。はい、どうぞ。やたらと突っ込んでくる敵がいるけど、誰かを探してるのかしら。ならば師匠、わらわが相手をしてまいる。じゃあね、わらわちゃんは身を隠して、あなたには切り札になってほしいの。おお、分かったでしょ。任せるのじゃ。 ここまではうまくいきましたね。 ご少々様には、ゆうべ。はい、わかりました。戦場全体に意識を向けないね。戦ってのは何が起こるか分かるのに。お見事です。戦場の端々に目を配る、なかなかできることではありませんね。私にも目的がある。 あなたたちに用はありません。下がりなさい。なんと気高い。わしらは何を。可愛げのないお姫様のこと。よい。いいわ、相手になってあげる。
打ち取りました。 ここは引くぞ。 排除した。 敵将を討ち取りました。 ああ、 やられちゃった。ごめんね。 あとは任せるわ。 いないみたいね。 やはり本陣にいるのかしら。 社長は無事なようじゃな。 ならば行くで。 中央に攻め込むんじゃ。 軍ですね。そうした軍を指揮することこそ兵の喜びではない。買いかぶりですよ。私は父と違います。三種の教え。波状攻撃か。予想以上に手こずる。この程度の苦戦しても秀吉様に顔向けできん。 場所に兵を伏せすぎだ。もう少しひねりを加えましょう。後ろだぞ。逃げろ。なるほどね。少なくとも錆びついた軍楽ではないよ。これはどうも志のない力でも。 先ほどの言葉は取り消そう。惜しい事だとは思うが。でもして無駄な時間を取られました。本陣に向かいます。ブルース進め。秀吉様の力を見せるのだ。ついに来た天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。 開門。三成のやつ珍しく熱くなってんじゃねえか。よっしゃ、俺も行くぜ。三種教え。仲間を集めてまいったぞ。私かわらわも共に戦うのじゃ。 Two.
魂の輝き、皆光れ、発奮している。またあんなにはしゃいで止めます。勝利条件変更。よい、これで四国は収まった。戻しか、悪いようにはせん、こうくせよ。品が入っております。お目が高い。